キャッチフレーズをしていこうと思います。いきます。福井県といえばカーニ、恐竜、はい、ヒーユーカー。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 元気ですよ。皆さんお久しぶりですね、本当に。はい、ということで、なんと、いったいったの実家。いったの実家。<laughs> まずですね、今日はですね、 福井県雨が降っていましてですねちょっとじめじめしているんですけれども皆さん台風は大丈夫でしたでししたょうか福井はね何もなくちょっと風が強かっただけでまあ被害は私は何もなかったんですけれどもはいでもね台風が過ぎてからなんか一気に寒くなってましたよねだってもう今日もね <laughs> なんかヒートテックみたいだけどちゃんと服ですよ。 長袖ですからもう長袖を着れる時期になっちゃったとねなんか暑かったのに秋なんてまだまだだなぁなんてね勝手に思っていたのにもう急に涼しくなっちゃって長袖の時期になっちゃってクーラーももういらなくなっちゃってはいもうやっと秋になりましたなぁという感じがしておりますあごめん先生かわいいありがとうございます <laughs> タさんブドうありがとうございます。いやーもう秋ですね。ギフトも秋になってる。ありがとうございます。はい。ということで、秋になったということで、まあちょっとまあ首元らへんが寒くなるやんって話ですよ。皆さん <laughs>。首が寒くなっちゃうじゃんって話ですよね。そうなんです。私。まあ結構ね、しばらく約 一年は行ってないですけど、まあそれぐらい髪をちょっとね、伸ばしていたんですけれども、まあ台風も来たし、寒いし、秋も近づいてきたしと、髪切っちゃうよってことでね、切っちゃいました。<laughs> <laughs> はい。あ、なっかーさん、はートありがとうございます。八村八さん、はートありがとうございます。 はい。ということで、髪を切ってしまいました。ドヤリンチュさん似合うありがとうございます。<laughs> 髪を切ってしまいました。そう、あの結構ね、今回は本当に迷ったんです。あの、しばらく伸ばしてて、結構ロング推しの方が増えましてですね。いや長い方が好きだよとか、ポニーテール好きだよって、ね、言ってくださる方が結構多かったんです。だからちょっと髪切るの、躊躇してて、え、ど,どうしようみたいな。 ロング推しの方めっちゃおると思っててそうすんごい悩んだんですけれどもやっぱりなんかちょっとねこけしっていうかもうこけしまでは今回いかずにちょっとミディアムぐらいでね型の長さぐらいに切ったんですけれどもやっぱり私はこれがちょっと安定かななんて思っちゃって切っちゃいましたすいません皆さんロング派の方は申し訳ないこけし派の方もまあちょっと申し訳ないミディアム王子の方お待たせいたしましたはい。 だからね結構まあ短すぎもなく長すぎもなく、まあ、ちょうどいいかなっていう長さですだから髪も結べますしねそうそうなんか固形しよりはちょっと大人っぽい大人っぽい大人こけしですはい <laughs> なので <laughs> はい今日はこんな感じで髪切りましたよっていう。 判定ございますでですね今回話したいことがもうたくさんあります皆さん <laughs> たくさんありりまますすこれね本当にたたくくささんんああるので今日はねその9月10月のまあ私のちょっと出ますよっていう出演のこととかなんかイベントのこととか何かありますよみたいな感じのことをちょっとお話ししていこうと思いますはい そうちょっとね本当に10月9月10月、まあ、特に10月10月はねちょっとエイトマの皆さんに会える機会がたくさんあるということでと皆さん来てほしいので皆さん会いに来てほしいのでしっかりお知らせしていこうと思いますはいではではじゃあまずですよじゃじゃんそう今日はねちょっと書いてみましたちょっと本当に予定がいっぱいあるので皆さんあのちゃんとこれスクショしたりしてね覚えておいてくださいそれではまずです でゃ明日そう、明日なんと9月24日土曜日にオンラインお話し会。私はね、多分振り返えかなで、オンラインお話し会が明日ございます。はい、ここにも書いてあるんですけれども、ボブの私とお話しできるよっていうことで、はい、皆さん、準備はよろしいでしょうか明日ですよ。この、久しぶりなボブミディアムの私と会えますので、はい、<laughs> ぜひ、 会いに来てほ、ね、おおんか本当に久しぶりな感じがしますね。おねお話し会可愛くしていくので皆さん会いに来てください待ってます。<laughs> はいでは続いてこちら9月25日日曜日石川県障害者ふりあいフェスティバルにあの YouTube で出演させていただきます。これれね結構勘違いされてる方が いらっっしゃあのー、9月25日はですね多分当日に石川に行くのではなくきっとね、あのー、前回あの石川の方で、あのー、ボッチャとかいろいろねさせていただいたんですけどそれをね多分 YouTube で流すっていう感じだと思うんですよ。私もね多分そうですきっと。だから 本番当日そこにはいなくって YouTube で出演させていただきますよって感じなので、そう、オンラインお話、間違えた。オンライン配信になると思います。そう、なので、ぜひ皆さん、ね、あの、参加する方は YouTube でね、私たちが映ってるのを見てほしいですし、はい。そうですね、昨年かな昨年ですね、うん、昨年の そんな YouTube が配信されるんじゃないかなと思います。ヒカルンさんと、この絵,絵描いたんですけど、これは私で、これヒカルンさんで、これが芸人の方です。結構似てると思います。そう。私本当に神プレイをしておりますし、そういろいろ学べたことも多かったので、ぜひ皆さん、こちらも楽しみにしていてください。はい。では続いていきましょう。 まだまだありますからね。じゃじあ、続いて、こちら。もうこれは醍醐味です。10月の醍醐味。こちら。ババーン !AKB48 武道館コンサートわーい <laughs> バイバーイなんと、AKB48 の武道館が、見てください。なんと3日間行われます。まずはこちら。10月7日、10月8日、10月9日。 そう3日間ですはいでですねこちらですジョジョン10月7日この日はですね武道館にも立ちますがががだよここ見てくださいわかりますかこれで何でしょうかこれはそうですケーキですということは私の バースデーです。<laughs> 私の誕生日です。わーい。ということで、なんとですね、10月7日、私は誕生日に武道館に立つということで、ありがとうございます。こんなね、本当貴重な機会はありませんということで。はい。10月7日、私は誕生日プラス武道館に立ちます。なので、この日は本当におすすめ。誕生日の私に、当日に、 会えちゃうよ。しかもライブをしている私と会えちゃうよっていうね、とってもレアな日でございます。皆さんね、おすすめなのでぜひ来てほしいです。でちなみにこの日はですね、リベンジ新チームお披露目コンサートということで、はい、新体制になったチーム。私はチーム4兼任に決まったんですけれども、はい、チーム4兼任の坂川ひゆかも見れちゃうよっていうことでね。なので皆さん、楽しみにしていてください。ここは私のおすすめ日です。 おすすめ。会いに来てね。<laughs> そして続いて、じゃじゃん。8日八です。この日は、リベンジ。こちらもリベンジです。カップリングリクエストアワーベスト30。これは30かなィー。30か30でーす。はい。リクアワーが行われるということです。リベンジですね、こちらも。多分ね、去年できなかった。 やつですね、どちらも。そうなので、リベンジですよ、皆さん。リベンジマッチ。ぜひ来てください。リッは楽しみですね、30。じゃあ、たくさん曲をやるということですね。ドキドキ。では、続いて最後。でね、9日。9日はなんと、じゃじゃーん。柏木ゆきさんプロデュースコンサートの、僕はずっと忘れないでございます。はい、なんとゆきりんさんの、 プロデュースコンサートが9日に行われるんですけど、こちらはね、なんと完売しておりまして。はい。ありがとうございます。のでね、こちらはもう、あのね、なんて言うんだろうね。こちらはもう、ね、あの、皆さん、ちょっとね、当たらなかった方は来れないかもしれないんですけれども、でもですよ、9日、残念ながらいけないって方は、まだね、7、8、 来れるチャンスあります。ぜひ、7、8、来てください。<laughs> 私は特に7日、本当に誕生日ですし、チームコンもありますし、はい、なので、ちょっと、楽しみにしていてください。10月7日、8日、9日、皆さん、武道館コンサート、楽しみにしていてください。いや、3日間、本当にすごいですよ。武道館に3日間も立たせていただいて、本当に豪華な日になっております。<laughs> 誕生日にさ武道館って何気すごいことですよちょっとなんかそわそわしちゃってますでは,ずずではではでは続いてじゃじゃん続いてはじゃじゃん10月15日 FBC ラジオ放課後ライブに出演しています出演しますはい月1のラジオ10月15日土曜日に決定しております放課後ライブこれねライブってやってます ラジオをしている私ですこれはもう誕生日が過ぎてからのラジオなのでちょっと皆さん楽しみにしていてください誕生日後の16歳になった私のラジオを聴けるということでこれもレアになっておるとなってなっていると思いますはいなので是非来てください待ってますそうでしかもこの次の日 これ皆さん、本当にね、本当にね、お待たせいたしました、皆さん。本当にもうずっと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 、ずっと、ずっと言いたかったんだっていう感じで。あの、本当にね、ずっとこれは言いたかった。皆さん、大変長らくお待たせいたしました。じゃじゃーん !10 月16日、日曜日。 なんと約2年ぶりの地元イベントということでスポカル福井ハッピーリューフェスト2022に出演させていただくことが決定しましたやばいよねちょっともうねずっと言いたかったほんとごめんなさいずっと言いたかったよずっと言いたかった <laughs> そうやっとね発表されましてもうテンションアゲアゲです私もおめでとうありがとうございますイエー いや、ほんとね、約2年ぶりです。一回、その、もうほんとにデビューした頃に、一度だけちょっとイベント福井でね、したこともありました。で、そこから約2年ぶりです。2年ぶりにやっとまた地元でね、ありがとうございます。スポカル福井に出させていただきます。今回も、北陸三姉妹で。はい。<laughs> 私とハルピョンさんとヒカルンさん、3人で。 今回も出させていただくことが決定いたしました。場所はサンドームです。いやいやいや、待ってよ待ってよ。これ皆さん覚えてるかわかりませんけど、私ね、ちょっとショールームで、一回夢っていうか、なんかそんな話をしたと思うんですけれども、サンドームでコンサートっていうか、まあ、ライブをしたいというお話をしたんですよ。皆さん、叶っちゃいましたよということで、 はい。まあ、その、そこまでね、その、ちゃんとしたライブって感じじゃないですけど、こういうイベントにね、サンドームで参加させてた、サンドームで、んサンドームでさせていただけるということは本当にね、ありがたいことですし、いや、ほんと念願のサンドームですよ。はい。<laughs> サンドームで、はい。ライブさせていただきます。はい。喜んでます。私も、カニも、恐竜も、みんな喜んじゃってます。ということでね。 ぜひ皆さん、ちょっと会いに来てほしいです。いや、ほんと、地元イベントね。もう前回の地元イベントで、私はね、地元のイベントの最高の、最高さ、その良さを、もう実感しているわけです。もうね、私は、初めて。あれは2年前のことやったな。誰々 <laughs> レレレ,レ,レひゆかです。私はまだデビューしたての頃、 福井イベントに出させていただきました。正直、私のファンなんかまだいないかもしれないと。心の底は不安でいっぱいでした。しかし、本番始まると、私の内輪があった。それも一つじゃない。いくつかあった。いくつかということは、数えきれないということだ。 ひゆかです次のイベントもきっと数えきれないぐらいのペンライトや打ち分かるでしょう皆さん待ってますということでですね皆さん待ってますからね <laughs> 16日来てください皆さんほん <laughs> さん本当あ,ありがとうございますいや本当にあの待ってますから <laughs> 本当に待ってるからね ヘイユカです。ありがとうございました。そう福井。いや嬉しいよ本当に10月16日はい皆さん待ってますたくさん来てねー。タケゾさんはいありがとうございます。ではではちょっと一旦落ち着いてでは続いて続いての告知これはねまあ個人的っていうかまあ A K B の嬉しいお知らせやーん。 10月19日も、あ、水曜日。なんと、AKB48 の60枚目のシングル、久しぶりのリップグロスが発売されますいはい、武道館のコンサートもね、この発売を記念して行うんですけれども、はい、この10月19日、水曜日に、なんと、発売ということでですね、もう本当にね、今回の新曲は青春満載、青春感満載といいますか、 AKB の青春を詰めた楽曲になっておりますので衣装もね本当にあここにエリーさんを書かせていただきました恐縮ながらはいこんな感じです本当にめちゃめちゃね爽やかで青と白で水色と白かで本当にねリボン大きいリボンがついてて流行りも入れてるけど昔の AKB さんもあるみたいなすっごい本当にねもう私たちが見ていた AKB だ戻ってきたぜっていう。 曲でございます。本当にね、今からもうワクワクですよ。これはエリーさんです。<laughs> はい。楽しみに皆さんしていてください。あ、ちょっと待ってください。一旦ギフト読みます。誠さん、クマ、ありがとうございます。清本さん、モンブランかなありがとうございます。清本さん、ケーキ。ケーキ。ありがとうございます。ワイプさん、シュークリーム。ありがとうございます。はい。でですね、こちら。 なんと私も、はい、参加させていただいていまして、なんとですね、セカンドジェネレーションとして、カップリング曲のマジカに、私の声が入っちゃってるね <laughs> はい、なんと私も、タイプ C に収録されているマジカという曲で、はい、私の声入ってます。しっかり。いや、本当にこの、題名の通りマジカですね。 マジかマジかよマジかいやこれ本当皆さんね本当に本当に楽しみにしていてください。マジかって多分なると思うので皆さん「マジか!」ってなるぐらいに楽しみにしていてください期待しといてくださいね皆さん。マジかはいでは続いてあ続いてもお続いてうんいきますバン 10月28日金曜日29日土曜日になんと映画「あの庭の扉」を開けた時にあ開けた時の舞台挨拶がありまーすこれは説明いたしますとですね私ありがたいことにおととし去年おととしおととしか去年か去年おととし去年だ 去年か去年だ。去年に、なんと映画に出させていただいていましてですね、まだあの公開がまだでして、あのー、先行上映はしたんですけれども、全国公開がまだしておりませんでしたので、はい、なんとこの日に決まっております。10月28日に公開されちゃうよということで、はい、なんとスクリーンデビューでございます。いやー <laughs> 本当にね、その素敵な もう共演者の皆様と一緒に作り上げた映画ですので皆さんね楽しみに楽しみにしていてほしいなと思いますでここにイラストも描いたんだけど私はですね中学生の洋子役として、はい、出させていただきましてでこちらがねゆずち,ゃんゆずちゃーん加藤ゆずなちゃん今もねあの家庭教師のトラコに出ていましたねもうめっちゃ可愛かったそうなんとねそんな。 素敵な素晴らしい子役の加藤柚凪ちゃんと一緒に出させていただきまして柚凪ちゃんが主人公のよう子ちゃんなんですけどそのよう子ちゃんの中学生になったパンを私がやらせていただきましたいや本当にねありがとうございます光栄なことでございますはいなので皆さんねちょっと楽しみにしていてほしいですうん、ね、ラット終わっちゃったねそうそうなの 終わっちゃったんですけど、そうすごい。だからそんなね <laughs>、もうドラマにも出てる素晴らしい方々。あとは、あの、本当にね、すごい。ね。何て言うんでしょうね。何て言うんでしょう。あ、でもね。何て言うんでしょう。あ、そうだ。ここのイラストにもあるんですけれども、二つ結びを私しておりまして。いや、本当にね、私、も稀にしかしないんですよ。 なぜかって「二つ結びが似合わないから」なんですけれどもなんと、はい、映画ではずっっとととつ結びでででございいいますすよようううことで、まあ、レアな私も見れちゃうよっていう感じです映画は是非ねすごいなんか今までに見たことないような映画だと思いますし不思議な世界観で本当にね心温まると言いますかファンタジーの世界に飛び込んだような物語になっていますので皆さん是非楽しみにしていてほしいなと思います。はい ということで、なんともうね、こんな感じで、10月、あのね、30日にお話し会もあるんですけど、だからもうね、連続だね。28、29に舞台挨拶があって、30日お話し会だ。いやー。なんとですね、10月は本当にね、目白押しとなっております。あなっております。いやー。 ね、このハードなスケジュールを無事乗り越えたいところです乗り越えます頑張りますはいでもね本当に楽しみなことばっかりですね改めて振り返りますと9月24日お話し会9月25日 YouTube で石川県の障害者ふれあいフェスティバルに出演させていただきます YouTube でねで10月7日8日9日で新チームお披露目コンサート リベンジあもうリベンジねカップリングリクエストアワーベスト30とゆきりんさんのプロデュースコンサートとあです <laughs> で15日ラジオ出ますここでねちょっといろいろ十六16日の告知とかいろいろしようと思いますなんか急に声がおかしくなりましたあああああよし で16日にあと2年ぶりの地元のイベントがありましてで続いて19日「久しぶりのリップグロス」発売決定そして「タイプ C」に私が入ってる私の声が入ってる間近が収録されているっていうのと28日29日に映画「あの庭の扉を開けた時の舞台舞台挨拶がありますよっていうのと。 で30日に30日にお話し会があるよっていうねいやーあ足逆こっちか。ということでいや本当に嬉しい失礼しました嬉しい楽しみえー、頑張るしって感じでね。<laughs> 感じで、はい、頑張らせていただこうと思います。はいタイプ C です、私は。そう、タイプ C に収録されているマジカという楽曲で、はい、私の声が入っておりますので、ぜひ皆さんタイプ C をゲットしてほしいです。でも、できれば全部ゲットしてください。はい。<laughs> いや、そうだね。忙しいですね。はい、でも、楽しい意味です。はい。 <laughs> ね、皆さん是非会いに来れる日は会いに来てほしいですしそうだからね多分ね皆さん頑張ればですけど頑張ればまあ私は結構10月皆さんに会える日がたくさんあると思うので頑張ればいつかはいつの日かは10月会えるんじゃないかなって思います。はい あと改めまして10月7日私の誕生日なんですけれども789がコンサートなので私の誕生日配信がなかなかできないと難しいということでね、まあ、また近日当日には多分配信ができないんですけどまあ近々誕生日近くでまたお祝い配信といいますかみんなで「おめでとう」みたいな感じで配信もしようと思ってるのではい。 そちらはちょっとね当日にはできないんですけどそれはご了承くださいませということですはいいやーそうですね10月は本当私の大好きな秋ですし私の誕生日もありますしそしてこんだけたくさんのねイベントや、まあ、舞台挨拶やまあシングル発売や、まあ、いろんなね素晴らしいことが10月は盛りだくさんでございますいやう嬉しいですね 私も嬉しいです <laughs> なので皆さんぜひね10月一緒に楽しんでいきましょうという感じですはいはいそんな感じでした翔 <laughs> ょくんケーキありがとうございますそうなんです武道館初日がなんと私の誕生日でございますお3日間とも行くよおいいね3日間も楽しみが ありますねいいですねはいあでちなみになんですけどもあのねもう一個お知らせがあって <laughs> 10月ね結構楽しみが多いじゃないですかで9月はね逆に言いますとちょっとねあんまりねねなんかちょっと <laughs> 私の服があらわに。あのね、9月はちょっと、あんまりお楽しみなことがなかったと言ってはあれですけども、皆さんとね、なんかちゃんと、ね、なんか、あれなので、9月というか、誕生日の12日前から、なんと、日ゆか日記をもう一度、再開しようと思っております 夏休みの期間にちょっとだけ再開していたんですけれどもあのもう一度ね再開と言います言いましてということは休暇日記第3弾ですかね第3弾ですね夏休みが2段だったので第3弾休暇日記第3弾を今回もやらせていただこうと思います何で12日前かと言いますとですねそれはですねあれです 1> 1 1234567891011121年は12ヶ月ありますよねということで、ね、1日に1月の誕生1月の写真2月の写真3月の写真4月の写真っていうことで1ヶ月ごとの写真をね12日前からちょっと出していこうと思っておりましてそうだから今年1年1月はこんなことがあったなとか 2月はこんなことがあったなとか3月はこんなことがあったなとかまあそんな感じで12日12日分やっていこうと思いますなので皆さんそちらもねお楽しみにしていてほしいなと思います結構日ゆか日記ね皆さんに好評でしてありがたいことに自分で言うのもなんですが「日ゆか日記楽しみだよ」とか「毎朝の楽しみになってるぜ」とかそう,いうことそういうお言葉がたくさんあのありまして。 なのでごご、ご好評につき、第3弾もやらせていただこうと思います。はい。はい。ゆきたんさん、ハートありがとうございます。インチキさん、マロン、モンブラン、ありがとうございます。そう。そういうことです。日向日記で15歳の私を振り返れるということですよ。なので、最近ね、 ちょっとひューちゃん気になってるなぁって、最近ちょっと知ったばっかりだから、15歳でひゆかちゃんあんまり知らないなーっていう方はですね、ぜひとも、ひゆか日記を振り返っていただければ、ああ、こんなことをしてたりとか、ああ、こんな活動してたんだとか、ああ、ここで頑張ってたんだとか、じゃあもっと好きになっちゃうわーってなると思うので <laughs>、わかんないけど多分なってくれると思うので、ぜひね、ひゆか日記、ぜひ、毎日毎日チェックしてほしいなと思います。はい、通知オンにしといてね。<laughs> そうまだ15歳です今高校1年生だから10月7日今年の10月7日で16歳になってしまいますはい早いななんかもう15歳終わっちゃうのって感じなんかねうーんなんかね15歳めっちゃ短い感じがしますね何なんだろうすぐ過ぎちゃった なんか年々年を取るスピードが速くなっているなと感じますはいでも16歳までまあまあまあまだありますからねまだ今何日だ今23日9月あと何日だまああと何日かですけど15歳ね最大限まで楽しもうと思います サブチャンさん、ハートありがとうございます。ごめん先生。食べてな、なにそれ食べてななにそれかわいいんですけど。クマロールケーキかなかわいい。ありがとうございます。むしはい。昨日誕生日なんです。おめでとうございます。誕生日の方多いね。なんかさっきもコメントがあった気がする。皆さん誕生日おめでとうございます。 9月生まれの子結構多いよね友達もね9月生まれの子が2人ぐらいいてそう「おめでとうおめでとう」って言った覚えがありますみんなおめでとうあと14日わ私が16歳になるまであと14日ですってやード <laughs> キドキですなうんうんあでもあのちょっと残念なことがありまして 何かと言いますとですよあの足わかりますかちょっと書きますねじゃあ足がねちょっとねどこにあるだろうこれでいいかこのねじゃんこれが足だとしますこれがかかとでつま先ですよ わかるよね <laughs> でここがねここがさここ足のここがですよめっちゃなんか痒くって <laughs> なんでと思ったら今,今の私の足がですよ。いや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 。 つま先2個あるやんけっていうぐらいにあの腫れてて今でこれはなんであの骨折とか捻挫とかそういう腫れとかじゃなくてあのですよ、ね、これですこれ分かりますかこのこれですブンチクかー ということで、あの、蚊に刺されましてですよ。なんでここなのかわかんないんですけど、なんか刺されて <laughs>。だから、今なんかこんな感じで、なんかつま先2個ありますやんっていう感じになっております、今。そう、ちょっと残念です。かゆすぎて。え、ここがね、ちょうどね、そのズボンとか履くと、ちょっとオーバーめにしてみましたので、皆さん許してくださーい <laughs> 確かにここまでは貼れてないけどパパ、まあ、こんな感じですよみたいな私からしたらこんだけ痒いですよっていうことです皆さん <laughs> そうだからズボンが擦れてもっと痒くなっちゃってるので今アンパンマンパッチを今ねこんな感じで貼っておりますはいこんな感じはいということでショックですね今めっちゃ痒いんです足がはいそうよしさん本ンありがとうございますはいってな感じです <laughs> 皆さんそんな心配しないでこれオー,オーバーめに描きました皆さん安心してねもうちょっとちょっと膨らんでるぐらいですよ全然全然そうだからねちょっとかゆいなっていう感じですはいそして私は改めて言いますが髪をを切切りりままししたたた今入ってきた方にお知らせ髪を切りましたそう皆さんにねそのどういう写真だと嬉しいんだろうと思って。 でなんか自撮りだとねあんまりうまく撮れなかったので友達に撮ってもらったんですけど友達撮るの上手すぎてめっちゃなんかいい感じに漏れましたありがとう友達で自分でなんか友達が「や,やっぱり私めっちゃうまいよね絶対インスタあげてね」って言われてはいしっかり出させていただきました友達ありがとう <laughs> クリスティアーノさんクマありがとうございます岩瀬さんハートありがとうございますそう 友達が撮ってくれましたあの写真。ねえめっちゃ上手だった。めっちゃなんかうんめっちゃ漏れてえっとこれ私って思ったぐらいにはそう本当に友達上手びっくりしちゃった。初めて撮ってもらったんですけどこれからちょっと頼もうと思います。ごめんね友達頼みます。<laughs> <laughs> ひゆかちょっと痩せたのではそれめっちゃ言われるんですけどなんかね私がその写真この 聞きましたっていう写真あげてから、なんかめっちゃ痩せたね、みたいな。顔がスッとしたね、みたいな。ことをめっちゃ言われて、いやー、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。って思ってたんですけど、なんと私1キロ太ってます。はにゃーみたいな。あれありゃ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 っていう感じで、あの、ごめんなさい。全然痩せてないです。ごめんなさい。でもね、あ、そう。そうなんです。それかも。それ。これ。このコメント。ストレッチをね、 続けてはいるんですよ。そう。あのー、ね。プラメで毎日言ってるんですけど、日焼け止めと、なんだっけ、ストレッチを今継続中でして、いつからだっけな、結構ね、9月半ばぐらいから今継続中でございます。だからその効果がもしかしたらあるのかも。うん。でも顔のマッサージとかはあんましてないんだけどな。結構体幹とか。 腹筋ととかか足痩せとかあーでもむくみかなそうかもいろいろ動かしてるかなからむくみが取れたのかなとは思いますそうだからかなえー、そうそうだったらもうめっちゃ嬉しいなんか続けた甲斐がありますなうんであの結構最近雨が福井は降るので。 日焼け止め塗りつつ日傘を差して雨を防いでますだからなんかもう私真っ白になっちゃうんじゃないってちょっと勘違いしそうなんですけどでもねなんかあんまり白くなってないです実を言うとどうなんだろう白くなったかな,でなんかそこまであでも結構前よりは若干白くなったかなって感じですがはいさほどまだ色は変化ありませんもうちょっと継続して 頑張ろうと思います、うんそうでもでも確かになんか前まで結構か丸顔って私結構丸顔なんですけどそうだから丸顔だからあんまりねここがねなんかシュッてならなくてずっとなんかこんな感じだったんですよだからずっとなんか みたいな感じだったんですけど最近結構なんかいやまだま全然まだまだですけど前よりは結構なんかちょっとぐいしょちょっとちょってなったかなって思います <laughs> はいあ生誕グッズ当選したようだってありがとうございますそうだそうだ生誕グッズも皆さん楽しみにしていてね生誕グッズね楽しみにしててね 10月30日のお話し会で生誕ー,ーを着ながらお話し会しようと思ってるので皆さんおストロッチにしてオンラインお話し会をお話ししようとしし,しましょうはい明日のオンラインお話し会も皆さんよろしくお願いします忘れないでね <laughs> 明日は4部から456かなうん皆さん 多分ね。いつも結構ね。私123とかが多くって早起きだったと思うんですけど、今回はお昼頃ぐらいなので。まあ、寝坊はないと思いますが、皆さん忘れず来てください。はい。ん君音符ありがとうございます。みかさんモンブランありがとうございます。寝坊したらごめんなさいえー、お昼なのに寝坊しちゃうの？みんな起きててね。多分1時ぐらいだったはず。 寝坊しないでね <laughs>。はい。ね、秋冬。もう服ね、そろそろ出したいですね。うん、もう流すできないと寒くなっちゃった。うん。うん。だからね、秋服ね、今めっちゃ楽しみなのが、マフラー。結構小物系が楽しみで。 マフラーとかマフラーか <laughs> マフラーが楽しみです。あとパーカーとかスウェットトレーナーうんとかなんか楽しみです。はいマフラー欲しいな今マフラーとかとかです <laughs> マフラーしか思いつかないじゃんはい。 ねマフラーなんかねあんまり持ってないんですよ。な,なんでなんだろうなんで持ってないんだな,なんでなんでねね制服にマフラー最強説あるよね。めっちゃ思う。なんかね、去年とか私あんまり多分つけてないんですよ、普段そう、なんでつけなかったのだから高校では絶対つけてやるっていう気持ちです。はい。そう、だからね。 去年とかもみんなつけてたんですけど、マフラーをね。えー、もうめっちゃかわいいよーみたいな、なんかちょっとあのね、埋もれてる感じなんか。<laughs> いや、感じがもう好きで、もうね、通り過ぎる子みんなね、あかわいえな。ほんまかわいえなと思いながらちょっといつも歩いてました。だから私もその、そっちの立場になりたい。かわいえなぁと思われる方になりたいですね。うーん、はい。<laughs> <laughs> そうおじさんが出ちゃってる <laughs> おじさんが出ちゃってるえー、<laughs> いや思いません皆さん本当ににや可いいなってめっちゃ思います私はそうよしよしあそうだなんかねこれも言われたんですけど「前髪めっちゃ伸びるの早いね」ってめっちゃ言われるんですけどそうなんです実はねなんか結構最近におんま湯にしたばっかりなんですけどもね もう目にかかっちゃうぐらいに今伸びちゃってそう私ね結構前髪伸びるのめっちゃ速くって、まあ、多分ねその早く伸びる用の液みたいなそれをつけてるからかなとは思うんですけどそう伸びるのめっちゃ早いんですよ私なのではいもうお前卒業しましたそう そうなんか伸びる用のななんかなんて言うんだろうヘアアクセルレーターだった気がするんそんな感じのそう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 それそれをシューってやってるからであと頭皮マッサージ私これめっちゃするんですよこうやってこうやってお,お,りおりゃおりゃおりゃってやりますそうこれ結構大事だと思いますこここうやって,やってこここことかこのこめかみ こめかみなのかなわかんないけど耳の上らへんをこうやってグル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 ってやったりとかそういうのはめっちゃしますだからかな関係あると思いますちょっとはそうだからかなとは思いますうんそうですねそんな感じです今何時なんだちなみに私なんかベラ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 なんか足刺されましたとかさなんか言ってるけど今何時ですか あ44分あまだまだ全然いきますね19時ぐらいまではいしていこうと思いますありがとうみんな <laughs> みんな時間教えてくれるありがとうございます優しい本当にね早く会いたいですね9月あんまり皆さんと会う機会がなかったので10月たくさんお会いしましょうね皆さんね明日もちなみに明日も会えますけどね はい <laughs> 逆にえ逆に言えば9月それだけかも待ってえ九9月って明日しか会えないもしや対面っていうかえー、明日だけか悲しいです 今日は七五五くるえぇいきます。いくので、皆さん七五五コメント貯めといてください。返すでー。どん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 と。いやいやいや。ショッタンさん、ハートありがとうございます。サブちゃんさん、可愛い,いありがとうございます。結構七五五のコメント返すの好きで、そう、あのー、ね、めちゃめちゃね、コメント選び、めっちゃ悩むんですよ。皆さんね、 もうね私が返したくなるようなことをねたくさんたくさん書いてくれるのでどれを返すか毎回迷っちゃってその、ね、あの早くコメントしてくれたのに返せなかった方もいらっしゃると思いますそういうことはねもうたくさんたくさん私に私に送ってくださいそしてもうそれでも採用されなかったら私を怒ってくださいそしたら私も「すいません返します」っていうことになりますのではいなので皆さんさんんたく あの返されてないよって思った方は言ってくださいああの私あのたくさんコメントしてるんですけどあの全然返ってこないです「えどうなってるんですか浅川さんえどうなってるんですか?えーっすか」って言ってくださいそしたら私も、ね、あどうなってましたごめんなさい」って言って返しますのではいそう皆さんにもうねもう全員それねコメントしてくださった方全員に返したいですよそれはもちろんねでもね私には時間制限というものがございます なんと私は十時までしかできません、はーん、は,はーんっていう感じなので、十時までに皆さん送ってくださったらなるべくできるだけ返そうと思ってますので、はい、お手柔らかにお願いいたします。よしさんハートありがとうございます。そう。G.S. さんタコありがとうございます。 セルジュルタウンスさんかわいいありがとうございます755しか行かないんですけどこれからもっといろいろ出没してもいいですかもう全然来てください逆にもうね、755来てくれるのも嬉しいですそれはもちろん嬉しいですけどもいろんなとこに出没してくれた方が私も、あ、ここにもいるなここにもいるなって思うのでたくさん出没してください待ってます はいミカさん、尊い、ありがとうございます。チョコミントさん、食べて、ありがとうございます。<laughs> はい、そう、十時、10時でドローンです。ドローン。許して、ドローン、ドローンしちゃいます。<laughs> なんで覚えてんだよ。<laughs> いいなドローン懐かしいねうんスクショタイムじゃあ今しますかスク,スクショタイムじゃあまず髪切ったよってやりますね普通にこの方がいいかはいチーズ急なスクショタイム髪切っちゃったで 前前もう一回もう一回前髪がちょっとなんかおかしかったえここどうだろう作った方がいいかなない方が私的には好きなんだけどまあどっちでもいっかはいチーズ <laughs> はいチーズ <laughs> 私ねこのポーズめっちゃハマっててなんかこんな感じの。 なんでかって漏れるからです。これめっちゃ漏れるから皆さんやってみてね。ここ,こぐらいめっちゃ漏れるのこのポーズ。あざと漏りです。<laughs> はい。おじさんでも漏れますか？もちろんおじさんの方が漏れますよ。やってみてください。<laughs> 見えにくいな。にがー。にがにがにが。にがーな何がいいかなーポーズ。あ、ジュ。リップグロスなんで。見えにくい。 <laughs> よし OK ねえ分かります一周回ってピースしかしないの本当に分かるなんかいろんなポーズ出てるけど結局ピースが一番安定で簡単にできますよねイエイはいもう私はねカニでやり慣れてるんですよカニカニあっよいしょあいあいあいあ、ええーえーえっと、いあいあいって感じね もうね、う私はね、キャッチフレーズをするたびに、ピースをしている。いや、これはもうほんと、ピースの、喩床と呼ばれてますからね。はい。そう、だから私は、ピースやってくださいって言われたら、もう、ええ、ピースですかええ、いや、もうやってますよ。みたいな感じで、そう、なんか、自然としちゃうみたいな。 なんか自然とそういうことをしちゃうみたいな。あほら今とかしちゃってるんですよ。これはもうなんか癖といいますか。まあしちゃってるんですよ。っていう感じで。はいありがとうございます。ありがとうございます。翔くんだるまありがとうございますはい。ってな感じ。はいということで以上になります。はい。ということで。 ああ10月楽しみなこともありますしでも季節の変わり目なので寒くもなります皆さん体調には十分お気をつけて過ごしてくださいちゃんと暖かいの着てくださいねマフラーとか身につけてねはい暖かくして体調には気をつけてください私も気をつけますはいありがとうございます是非ねあ今日は3270人の方が見てくださって ありがとうございます。ぜひ、今日は気になったよって方は、Twitter、TikTok、Instagram、755、プラメ、いろいろ私やっておりますので、ぜひそちらの方もチェック、フォロー、いいね、拡散、よろしくお願いいたします。では、今日もありがとうございました。一日お疲れ様です。明日も頑張ろう。そして、また明日会おう。では、じゃあねー。ありがとうございました。 Bye bye.